単純に寒いだけじゃないはず。冬の埼玉からの逆襲。だから埼玉の冬っていうイメージがあんまりだからないから。ありません。そもそもありません。はっきり言うんですね。全国2位、埼玉が誇る名産品って。埼玉県民の方のもうお力がないと絶対に勝てません。熱く語るこの男は誰なの。ちょっと会長も花輪の匂いがしますよね。一体どういうこと。さあ始まりました、埼玉の逆襲。よいしょ。こんばんみ、 MC のビビる大木です。よろしくお願いします。どうも、たまやんです。よろしく、どうぞ。こんばんは、ビビるさん。えい、もう1月の下旬ということですけれども、埼玉の冬といえばビビるさんは何を思い出されますか。埼玉の冬。はい、もう春日部だったからね、俺は。もう春日部の冬の名物みたいなの特になかったよ、もう。もう単純に寒いっていうさ。では早速最初のテーマはこちら。埼玉の冬スポットを調査したっけ。はい、埼玉県、観光課の朱浜良平と申します。よろしくお願いいたします。もう3度目の出演でおなじみの埼玉県庁朱浜さんに、埼玉県冬のスポットおすすめ5選を教えてもらっちゃいます。冬のおすすめスポット1個目は、埼玉の氷柱になります。つららとも言います。1月から2月にかけまして、自然にできる氷柱というものがありまして、非常に綺麗なんですけれども、さらにそれはライトアップ等もされまして、より綺麗に見せてくれるような観光地があるんです。バーチャル背景を使って、ちょっとお見せしたいと思います。こちらになります。はい、で、こちら、味噌土のつららというものになります。秩父市大滝にあるものになります。こちら、岩肌から染み出た水が自然と、寒さで凍りまして、で、高さ約8メートルで、幅なんと約30メートルにもわたった、大規模な氷のオブジェになっております。ライトアップされていて非常に綺麗だと思いませんか。秩父。はい、ドヤ顔いただきました。写真ですらここまで綺麗なので、現物見ていただけるともっと感動できると思います。ただ、今年度に関しましては、ちょっとコロナウイルスの影響もありますので、少しこう規模を縮小したりであったりとか、時間制限を設けたりだとか、人と人との距離を取ったりだとか、まあ、そういったところで、例年とはちょっと形が変わっているかもしれませんが、それでもお楽しみいただける内容にはなっていると思いますので、はい、ぜひコロナウイルスにも寒さにも気をつけて、来ていただければなと思っております。2つ目、グランピングになります。こちらグランピングの施設で、長瀞オートキャンプ場さんのグランピングの施設になります。手間であったりとか、寒いからっていうところでこの時期の時にキャンプが苦手っておっしゃる方もいるとは思うんですけれども、室内のこういった、環境が整備されていて、完備されているものに関しまして、はい、皆さん楽しんでいただける施設になっているかなと思っております。埼玉県には7カ所のグランピング施設があるんだって。中にはコテージに泊まれたり温泉施設がついているところも。もはやキャンプ要素が薄い気もするけど、気軽に行けて楽しめそう。首都圏外郭放水路というところになります。国道16号というところにから50メートル下に建設された、水をこう流す施設にはなるんですけれども、台風とか大雨洪水の時とかに、周辺の河川が氾濫しないように、この施設に水をうまく流し込んで河川に放出するというのは、人々のこう命を守る大事な重要な施設になっております。何でも冬場なら地上よりこの中の方が暖かいらしいですよ。さらに雨が少ない冬の方が見学できる確率も高くなるってことで、冬のおすすめポイントになるそうです。地下神殿ね。
狭山スキー場になります。埼玉県所沢市に設置されたあの人工のスキー場になります。関東の中でも人工のスキー場って多分かなり珍しいと思うので、都心から約40分ぐらいで、気軽にスキーを楽しめる場所になっているので、まあ、そういった意味でも都内の方からですね、来られる方とかも多いと思いますし、もちろん県内からも来られる方多いと思いますので、そういった部分で特にスキーとか、まあ、スノーボードとかされる方は、まあ、知ってるんじゃないかなとは私は思っています。ちなみに朱浜さんは滑りたくなったらここに行くってことはあるんですか？ありません。すみません。ありません。はい、はっきり、ね、私はちょっとそもそもスキーとか、スマホとかそういったウィンタースポーツをそもそもあまりやらないっていうのがあって、埼玉どころか有名なそういったゲレンデにもほぼほぼ行ったことはないです。すいません。どこというわけではないんですけれども、埼玉県のうどんになります。皆さんそんなに知られてないかもしれないんですけれども、埼玉県って実は全国で、うどんの生産量が第2位なんです。私埼玉県観光課の方でうどんの PR もさせていただいておりまして、でその中で、お答えごとにこのうどんのこういった説明させていただくんですけれども、まあ、その際に初めて知ったっていう声がよく聞かれますので、まだまだちょっとこううどんの埼玉のうどんまだまだ認知度が足りないのかなと思って、こういったところでも必死に PR させていただいております。ということで埼玉県観光課の朱浜さん、冬のおすすめスポット5選でした。ということでビビルさんに見ていただきましたが、いかがでした？なんか気になるものありました？首都圏外郭放水路はね、はい、春日部市なんで、僕も仕事で1回だけ行ったことあるくらい。あ、そうなんですか。パッと行ってパッと入れないんで、なんか予約もしなきゃいけないし、はい、あれはねやっぱ見たら見たでみんな絶対驚くと思うけどね、本当にもう地下神殿って感じ。埼玉でも心県で使われてるんですよね、そうなんかいろんな CM とかも出てくるし、結構いろんなところに使われてるな。そこはこれ昔からなんか春日部の自慢ありますかって聞かれた時に必ずテレビでね、はい、その外郭放水路がありますって言ってんだけど、はい、まあ視聴者スタッフともに食いついてこないんですよ。